皆様こんばんは、カズチューブです。今夜もご視聴誠にありがとうございます。勝ちましたよ、連勝です。これで、火曜水曜勝ちまして、この3連戦の勝ち越しを決めて6カードぶりの勝ち越し、明日勝てば今シーズン初の3連勝というところまで来ましたね。昨日のゲームがね、終盤、みんながつないで打って、先発全員安打の17安打11得点、ヒットの数も得点もオリックス今シーズン最多というゲームだったんですね。で、たくさん打って点を取った、翌日はなかなかこの点が取れない、ヒットが出ないということが野球には往々にしてある。で、今日どうかなと思ったんですね。で、しかも相手はライオンズ先発が今日は今井投手でしたから、今シーズンここまでは防御率も1点台というね、ピッチャーなんで、難しいかなと思ったんですがね、やっぱり難しかったですね。3回に吉田正尚選手の今シーズン第4号のホームラン、西武戦3本目のホームラン、バックスクリーンに飛び込むという完璧な当たりだったんですが、ここで1点先制する。ね、ただ、中嶋監督もやっぱりこう絞りづらかったというね、今日の今井投手、なかなかこう打つのは難しいピッチャーでしたという話をされていたんですが、なかなか追加点を奪えないという展開で、6回に山本由伸投手が2点を失って、一旦は逆転されるわけですよ。ところが、6回、ツーアウトランナー1塁からジョーンズが今井の151キロのストレートを右中間、真っ二つ。この長打でファーストランナーの中川圭太が一気にホームに帰って同点2対2、ね、この1本も大きかったですね。中嶋監督もね、ジョーンズがしっかり速いボール151キロを捉えた、しかもそれが右中間方向にいい打球が飛んだというのは、これいい傾向ではないかというふうに分析していましたね。あれぐらい打てるバッターなんで、まだまだこれから血を上げて状態を上げていってくれるでしょうという話はしていましたね。このジョーンズの貴重なツーベースで同点に追いつく、ツーアウトからですからね、大きいですね。で、同点になって7回ラッキーセブンは、ツーアウトランナー1塁から今日1番に入った宗が、今井の変化球を捉えて、スライダーでしょうね、ライトへ、今シーズン第1号の決勝ツーランホームランで4対2、ここで試合が決していくわけなんですが、いや本当に昨日大勝、今日は接戦、苦しいゲームを制したっていうのが大きいですね。で、中嶋監督の談話を拾いながら、また見ていきたいと思うんですが、今日はね、4対2ということで、はい、山本投手が3勝目をマークしました。宗が7回に決勝のツーランホームラン、吉田選手が2000連発のホームランですね、それから AJ、ジョーンズ選手も同点のタイムリーツーベースというゲームで、6カードぶりの勝ち越しを決めた、ゲームでもあったんですが、中嶋監督、相手ピッチャーがいい中でね、ジョーンズがよく打ってくれたということと、宗に関して言うとね、今日1番サードスタメンだったんですけども、バッティング状態はずっと良かったと、おっしゃってましたね。いい当たりが正面ついたり、相手にうまく取られたりして、なかなかこう数字は上がってこなかったんだけども、バッティングの状態は、悪くなかった、そこで、1本というのは非常に大きかったですねという話をしていましたね。ジョーンズが打って、この宗が打つというね、ツーアウトの後ということでしたもんね。それから山本投手に関して言うと、中嶋監督は、今日はうまくまとめてくれたねという表現されてましたね。本調子ではなかったと見ていたんでしょうけども、うまくまとめてくれた、勝ち星がついたのが何よりということもおっしゃっていました。で、その山本投手なんですが、本人ヒーローインタビューとは別の、これ試合後の取材で、こう語っていたんですが、今日はね、やっぱり立ち上がりからいいボールをしっかり投げて、もう抑え込んでいこうという気持ちが強すぎたと本人は話していましたね。で、その気持ちをこう抑えながら、調整しながら、このマウンドにずっと上がっていったんだけども、中盤くらいからなんとなく落ち着いてきたという話をしていました。で、6回に2点失うわけですけども、トータルで見ると、自分としてもだんだん気持ちのコントロールもできていったしという話をしていましたんでね、本調子ではないんだけども、やっぱりこう8回をさ2失点でまとめるというのはさすがだと思いません？
でしかもそれをゲーム中にこう修正していこうというね、ことなんでね。で、まあ、本人そんな中で、まあ、勝てたのが非常に大きいということを話していましたし、気持ちのコントロールができました。で、今日は三振4つしか奪いませんでした。で、これは由伸君にとっては少ないんじゃないかというね、まあ、その質問に対しては、まあ、いつも三振狙ってるわけじゃないんで、まあ、しっかり早いカウントから打たせて取るというね、まあ、気持ちでマウンドに上がってるんで、まあ、その中で、まあ、ここは三振を取りに行ったりとか、今日はこのボールがいい感じなんでということで、こう三振が増えていくこともあるんだろうけども、まあ、三振が少ないということはもちろん気にもしないし、狙いに行ってるわけではないという話はしていましたね。まあ、でも今日勝てたというのは大きいですよね。で、決勝ホームランの宗、宗選手はね、打った瞬間ホームランでしたね、いい感じでしたねという話を向けますと、いや、その前のセンターフライ、センター後方金子選手に取られるというね、フライがあったんですが、あの方が僕としては感触は良かったですというふうに言って笑ってましたね。まあ、でも、まあ、打った瞬間いい感じで打球飛んでいってくれたんでという話をしていました。で、日本ハム戦での9回のね、同点タイムリースリーベースにしても、今日の決勝ツーランにしても、勝負強いですねという問いに対しては、そんなことはありませんというふうに笑ってましたが、まあ、とにかく由伸が投げている試合はやっぱりね、まあ、他の選手、他のピッチャー投げていても同じなんだけども、特に由伸が投げている時は負けられないんで、まあ、そういった中で打てたのは非常に良かったし、で、この守っていても6回2点失ったシーンもあったんだけども、あそこは本当にこう由伸が頑張って抑えてくれたんで、やっぱり僕たちもなんとか援護しようという気持ちがあったという話をしてくれましたね。まあ、ですから、このどうでしょうか、やっぱりこう投打という部分でね、うまく今日なんかは、歯車が噛み合ったということが言えるかもしれませんね。まあ、本当に今日厳しいゲームだったと思うんですね。で、山本投手の今日すごいところはね、本当立ち上がりから、1回、2回、3回、あと5回かな、まあ、この辺はもうランナー出して6回も出してるわけね。で、三者凡退が4回と7回と8回なので、これはどういうイニングかというと、点をもらった直後のイニングは必ず三者凡退に抑えてる、ね。3回に吉田選手のホームランが出た、4回の表は苦しみながらも三者凡退に抑えてる。でね、一旦逆転されました。しかし6回にすぐジョーンズが、同点弾を放ってくれた。その直後の7回の表は三者凡退に抑えた。これも大きかったですね。そこでこう流れをぐっと、掴んで、その後の7回の味方の攻撃につながってくる。まあ、そこで宗がツーランホームランを打つ。リードを奪った。8回の表ももう100球超えていましたけども、マウンドに上がった。まあ、そこで8回の表も三者凡退に抑える。つまり味方が点を取ってくれた直後のイニングはしっかりと三者凡退に抑えて、まあ、そこでこの流れを相手に渡さないというか、まあ、しっかり自分のところに引き寄せると、そんなピッチングができたと思うんですね。まあ、だからその辺がなんかこう山本由伸投手のすごいところかなというふうに僕は個人的に今日は、見ておりました。まあ、でもエースがね、投げて負けない、まあ、しかもそのエースに勝ちがつくっていう意味では、素晴らしい、ゲームだったと思いますね。宗選手がホームランを打った瞬間のね、ちょうどダグアウト前でキャッチボールを始めていた、8回のピッチングに備えていた山本投手の笑顔がね、素敵でしたね。ナイスゲームでした。さあ、そんな中で明日はこの、まあ、勝ち越し決めたんでね、もう一気にこれ3つ取りたいゲームでもあるんですが、松井投手が、明日は先発のマウンドに上がります。で、前回もね、5回に3点もらった直後のイニングに一挙4点失ってしまった。で、あのイニングだけだったのね、まあ、それまでも非常にこのいい、少ない投球数で来ていましたし、3点先制でもらえたかなと思ったそんなゲームでもあったんですが、まさかのその3点取ってもらった直後の4失点、まあ、それで、負けてしまったゲームでもあったんですが、あのゲームも、松井投手、調子自体はもう本当悪くなかった。悔やむのは5回、しかも栗原に打たれた落ちなかったフォークを悔やんでいたんですが、まあ、そこがね、ピンチで前回はなんかうまく自分の気持ちのギアを上げることができなかったということをね、今日ゲーム前、話してくれました。まあ、ですから明日はその辺しっかりギアを上げていけるようにということをね、松井投手本人話していましたんで、明日
見事なピッチングを、ね、期待したいですね。それから、まあ、本当に、昨日大勝、今日接戦を制したというね、また違った勝ち方ができたというところがチームにとって大きいですね。まあ、中嶋監督もだんだんチームとしてはね、状態も上がってきたし、まだまだこれから上がってくる選手もいるし、状態は良くなりつつあるんでというね、なんかこう手応えを感じてらっしゃるような、そんなコメントもありましたんでね。で、今日はヒギンスが、まあ、前回良くなかったんだけども、今日は、9回、まあ、大きな当たり、飛球もあったんだけども、三者凡退に抑えた。これもね、セーブがついたのも素晴らしいと思いますし、なんかこの3連戦をちょっとこう境目、潮目が変わる、そんな、3連戦になるかもしれない。まあ、そういった意味でも、明日の3つ目のゲームが非常に重要なんですが、まずは増井投手のピッチングに期待するということ、それからやっぱり打線ですよね。で、まあ、今日も、また打順を変えてきたというね、中嶋監督ではあるんですが、明日は一体どんな打順を組んでくるのか。で、今日モヤ選手が、ヒットは、出ませんでしたけども、やっぱりモヤが1枚入ることによって、この、ね、正隆あるいは中川圭太、モヤ、ジョーンズあたりの中軸が生きてきますし、紅林も今日はね、センターに大きなプレーもありますし、いい感じではありますんでね、だんだんなんかこう状態が上がりつつあるのかなという印象は受けました。伏見選手にも今日ヒット出ましたから良かったですね。で、今日はファームの方ではロメロ選手がね、ユーデのカープ戦で4番 DH かな、今日は、3打数ノーヒット。中嶋監督もサンタコヤンっていうふうに、おっしゃっていましたが、まあ、でも、怪我をされては一番困るんでね、まあ、そこはあまり、急かさずに、だけど急いでもらいたいというね、そんなふうにも語ってくれまして、まあ、とにかく早くこのロメロが戻ってきてくれればというね、思いも今日は口にされていました。ロメロ の, ファームでの、ね、状態もちょっとこうチェックしていきたいと思うんですがね、本当怪我が怖いんでね、まあ、とにかくまずは、しっかりと生きたボールに慣れて、まあ、そこである程度こう体が作れてきたら一軍合流ということ、早めの合流を我々は待ちたいですね。さあ、明日は3連戦3つ目のゲーム、明日勝って北海道に気分よく移動したいという、そんなゲームですね。明日は増井投手のピッチングに期待です。カズチューブ、今夜も最後までご視聴誠にありがとうございました。よかったね、連勝だよ。